美瑛町のタワラマップから、山越えして、美瑛町の中別っていうところに今、間もなくおります。でそこに中別ダム、ダムの向こうは旭川市、ちょうど昔は川で教会だったんじゃないかなって思います。それで、ダムの向こうは旭川市、旭川源水という湧水があります。そしてこれ降りたところは何なんだって言ったら、その道は旭川から、天人峡や旭岳温泉に行く道です。その道に今自分はこれ出るところです。あ、見えてきました。ダムのところ、 石ころゴロゴロある、あの緩い斜めの斜面のダムです。こっち側の水側はね、ロックフィールダムです。両側に丈夫な岩がない、そういう岩盤がないときにそういうダムの重さで水を支える。はい、こうです。旭川とかで、今旭岳天人峡の方の道に行きます。あ、ここもなんか新緑が爽やかです。今が一番いい緑かなって感じます。家から高校生の時、自転車で天人峡まで砂利道のよう行ったことあるね。よく行ったもんだなって。天人峡美瑛線って書いてありますね。富良野の方、美瑛から、もう少し旭川寄りの方に、あの渋内ってあるんだけど、そこに出てくる美瑛の方からですね、道があります。それが近道なんですね。富良野、美瑛から来る旭岳に行く、天人峡に行く近道になります。